はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで麦さんからご依頼です。はい、クロニクルとモザイクですね、両方ホビー。はい、で、まあ注文カートに入ってたのはこっちが先でね、クロニクルが先でモザイク後だ。はい、じゃあクロニクルからいきます。さあ今日ね、どうでしょう。で、今日発送しますので明日着でよろしくお願いします。お受け取りね、よろしくお願いします。まあクロニクル、まあモザイクもそうですけど、まあパニーさんの製品は結構やっぱり人気ですね。こうなぜパニーさんの方を麦さんもチョイスしたの、ね、ちょっと理由を聞かせていただけると、はい、メーカーさんの方に伝えますいつもね、あのお店へ来られてた時はちょいちょいこうお話ししてね、それをメーカーに伝えたりとかしてましたけど、プレミアからね、そうだ。このに来るちょっとぶりなんでね。はい、ではよろしくお願いします。ルーキーは分けておきますね。セレクトのシルバーかな。ルーキー。はい。チェ・アダムスさん。で、ん？これひっくり返ってるな。ベンミーさん。はい。これ500だ。はい、ということはサインはもう一枚出てくるんじゃないかと思います。確かベンミーさん確かもう一枚あったような気がします。これ青パラですね、99ですね、ここにあります、うん、ディフェンダールーキーではないですね。で、スペクトラにプリズムカバー、はい、で、ラリーが、はい、今度プリズムがありますね。ルーキールーキーで、お、オヤルザバね、店長ちょっと気になってますはい、で、横型はジャージですかね。でもグリーズマンだな、あんまり見た記憶がないような。はい、199、やや少なめ。まあ、500なんですけどね、他の選手。199は、まあ、やや少ないぐらいですかね。で、ルーキー。で、スペクトラ、プリズム、ウェルザバル。で、ルーキー、ルーキー。はい、で、ここがどうでしょうか。セリアですね。ルーキー。セレクトがひっくり返ってる。後ろで名前見えちゃいますけど、はい、ストラコ社さん、ストラコさん、あ、何回か見たことありますね。ラツィオのキーパー、500-221ですね。まあ、この辺がね、レジェンドのあたりで来ると雰囲気はまた違うんですけどね。これ99で、プリズムのオプティックですね。はい。で、モザイク。ルーキーは、モザイクの方も一緒にしておきますので、ちょっと待ってくださいね。結構いろんな種類のカードなんで、カードが安定しないんですよね。ちょっと一回片付けます。じゃあね、モザイクのホビーです。
はい、こちらは全部ね取り出してからカードチェックします。スペクトラもね、この500の音がさっきのアースペクトラじゃないや、クロニクル、まあ、レジェンドのあたりが2枚出てくれたりするとこうね、また500でも全然いいんですけど、2つともこう現役系の選手が出ちゃうとというところですよね。まあ、500でもそこそこな選手、レジェンドね、結構人数いますので、まあそこはねというところですよね。でいきます。モザイクのねホビーです。はい、お願いします。でルーキーはね別にしておきます。でさっきのあバク君ってなんか活躍してましたね、うん、結構いい動きしてんなと思いました。やっぱね代表に選ばれて出場するぐらいですから、やっぱすごいなと思いましたね。テニスアート、これはオーストリアですね。ロシアのシルバー通常。カマビン、ね、やっぱカマビンガとサカが若手のカードだと人気あるのかなって感じですね。やっぱりサカもねかなり良かった話ですよね。試合見てないんですけど、かなり評判はいいというか評価は良かったのかなと。いや、イングランドはそう考えると層が厚いですね。サンチョとかもまあ出る出れないとかいうレベルとかですもんね。層が厚い、はい、クリロナ、サカモザイクシルバー、これいいっすね。はい、いやこれも単純に200人でしたっけ、この商品ね。150だっけ、まあ200ぐらいですよね確かね。でルーキー赤、サカのモザイクシルバーでもまあ5、60ぐらいはしてんじゃないかな。シルバーで60、70ぐらいかな。まあセンタリングねありますけどね、これだいぶいいと思いますよ。かなりいいと思いますよ、うん、RC ついてなくても全然 OK です。あ、何人打ちだっけ。200人だ。200人でプリズムが、20枚1箱から出るんで10箱1ですよ、目当ての選手。だサッカーのこの光物も、まあ、ケース1枚もしくはまあシルバーで2枚、まあ、シリアルあればというレベルぐらいしか出てこないと思います。ケース開けてもね、12ボックスですけど、そのぐらいだと思いますよ確率。あ、レディだ。レデはほぼホデンじゃなかったかな。他にいたっけ。はい、じゃあ行きます。せーの。あ、違う、あ、ジョーダン・ヘンダーソンだ。なるほど、まあでもいい選手ですよね、うん、はい、ジョーダン・ヘンダーソンさんとホデンか。レデはユーロオートグラフモザイクで、まあパラレルは金とワンオーバーしかないのかな。だからゴールドかブラック11枚しかないのかな。だ かなりシリアルに関しては制限されてますよね。まあ生産数の都合上かもしれないですけどね。よいしょ、はい、
サインカードはレデでしたが、まあ、ジョーダン・ヘンダーソンさんですね。もう店長の中ではもう超ベテランですよね。2015年とか16年とかね、サッカーカードは2014からね、2013のプレミアゴールド、トップスさんのあそこから取り扱い始めてますけどね。サイン見始めたのはいたっけな、プレミアゴールドないか、15年ぐらいからでしたっけ。当時はね、2014年ぐらいはサッカーカードの取り扱いが打ちやすくね、まあ知ってたの。あ、オルモも来た。オルモもなんか結構活躍してたようで、はい、インサートの25以下はなかなか出ないですね。まあ、出るとね、シリアルが2枚になったりします。ルーキーがよく光りますね。アパメン君だ。はい。アパメン君、フランスなんですよね。ムバペもいました。お、レバンドフ。ね。お、レバンドフ、レバンドフ。200分の1で書こう、こうね、同じパックに入っちゃう。はい、となりました。まあシリアルは出ませんでしたがね、サカのモザイクシルバー、これ全然ありですね。センタリングもかなりいいのでいいんじゃないですかね。あとまあオルモさんもいたしという感じです。まあ、サインはね、レデンプションカードでしたけど、まあ、ジョーダン・ヘンダーソンさん、いい選手という認識です、店長は。はい、ということで、よいしょ、はい、お買い上げですね。2箱なんで2回勝負ですね。はい、じゃあ、麦さん先行ですね。3回押します。1、2、3、7のワンペアですね。なまっちゃった。7のワンペアじゃなくて7のワンペア。はい、店長やります。1、2、3、あ、ジョーカー来ちゃいました。はい、8の3カードになってしまいましたね。はい、じゃあ、2箱目分、はい、3回押します。1、2、3、あ、ノーハンドです。はい、ということで、じゃあこちらで梱包して明日着でね、手配いたします。はい、またよろしくお願いします。あ、ファイナリスト結構いいですよ。なんかそんな気がします。はい、ありがとうございました。